はい、えー、それでは始めます皆さんこんにちはレクセンリコシの唐沢と申しますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、それでは、えー、消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座ですね、えー、第三分野あ環境お生活経済などで,ですね、えー、やっていく第二回目ですね講義を始めます、えー、ではユニットワンですね第二回目のユニットワンの方から、えー、解消していきたいというふうに思います はい、えっ、ー、と環境地球環境の分野から入っていてですね3ページ目以降から始まる問題をですね前回まで見ておりましたもう一度、まあ、根本的なことからですねまずは柱が大事根っこが大事幹が大事ということで、まあ、根本的にどんな問題があるのかということですよね。えー、資源を使いすぎちゃってるぞと 温温暖化地球温暖化化地球してるるぞという問題があるその原因としてですね人口開発途上国を中心に人口が増えて経済が成長しているということで化石燃料を使いすぎという問題が発生していてこれが原因となって2つの大きな課題に直面しているということですね。これはもう地球がね滅びるか滅びないか私たちが生きるか生きないかというようなですね大きな問題になっているそこをどう対策するかということでございますね。 で9ページですね、えー、見ていただきますとおこういったあ資源がないという問題があるためにですねじゃあ代替の資源を探そうということですね代わりがあったああじゃあラッキーもう問題解決さねとするとそんなに簡単にはいかなくて、えー、問題も発生する安全性コスト環境供給などですね、えー、こういった問題にぶち当たるということですね。えー、そこで、えー、3E と こういうことでですね13ページがあったということです 3E プラス S ですねまあエネルギーの計画を立てるということにあたってはですね、えー、安定供給経済性環境、えー、安全性こういったことに配慮しながら計画を立てていかなきゃいけないねということですね、えー、単にたくさんあると ということだけで,です、ね、安全性がボロボロということででは使えないわけですよね、えー、こういった4つのバランスですねこれを見ながらエネルギーの計画をどういうふうにしていくかということを考えていく必要があるということになります。はい、では9ページに戻っていただいて。 まあ、新しい資源がない代替を探すと問題が発生するということなんですけれどもおここでですねそのまま試験に問われるというようなことではないんですけれどもい,いわゆる一般的にというか、えー、試験、えー、一般的にというか試験でね勉強する内容の一般的にな話またあの日常のお仕事なんかをしていてもですね、えー、これはまあなんとなくもう気づかれている方って多いかと思うんですけれども。 4はリスクのないチャレンジはないという点ですねリスクがないチャレンジをしたかったら必ずリスクは伴うんだろうということですねリスクのないチャレンジはないということですえ例えばあ自動車を発明したいということですねえ移動距離自動車によってですねに一気に自転車で移動しているよりですね自動車を発明したあらですね格段にこう 人が移動できる距離っていうのはビューンと伸びてね便利な世の中になるじゃないですかで、えー、そういったチャレンジをしていこうと自動車を作ろうということですね、えー、思った時にですねあ自動車なんてねそんな危ないものを作ったらね人を跳ねられて死んじゃうじゃないかとリスクがあるじゃないかということです、えー、そんな、ね、リスクを伴うような、ね、人が交通事故にあって怪我しちゃう場合によっては死んじゃうようなそんな乗り物は作っちゃいけないんだっていうふうにどっちを取るかっていう話ですね。 え自動車を作るということをとって、えー、ものすごく便利な世の中にするのか経済を発展させる便利な世の中にするのかということと起きるかもしれない事故を考えてそういったことはしないのかということですね結論としてはあ人類はこのチャレンジの方を取って確かにリスクは発生してますよで、確かに事故は発生しているあの不,不運なね、えー、怪我とか死亡とかね出てきてしまうかもしれない でもだからといって一切車を作るというチャレンジをしなくてよかったのかということですねそこは、えー、作らないこのチャレンジをしないリスクがあるからといってチャレンジをしない、えー、そのねどっちを取るかというとまずチャレンジをして便利な世の中にしておいてこのリスクはできる限り最低限抑えられるように、えー、事故が起きないようにですねするというために。 えね、道路交通法とかですね安全行政や法律によって事故が起きないための安全性を確保していくこのリスクをできる限り減らしていくでチャレンジのいい点チャレンジによって得られるですね成果これは得ておいてでその発生してしまうリスクはもうあるものと仮定してでそのリスクをできる限りゼロに抑えていけるようにゼロに近づけるようにですねしていく対策をベッド取っていくということですね。 同じようにね例外のない原則はないなんていうことわざもありますけれども法律のルールにはね必ずこう原則があってその,その代わり例外的にこ,れこういうルールもあるというふうに原則と例外とルールというのはですね必ず、まあ、対応してあるんだということですね。原則的なこの理念を貫こうとしてですね。 いうようなその理念に基づいた原則があるんですけれどもただその理念を貫いたことによってやはりちょっと矛盾も生じてきてしまうとかえってデメリットが発生してしまうということのためにまあ例外的なルールもあるんだということですねつい裏腹な関係というかですねなっているということですね、要はあ今環境分野で勉強していることのどういう関係してくるかというとですねいわゆるバランスを取りながらバランスを取りながら あ、リスクを防ぎながらですね、え、成果を出していくと。いうことですね。今資源が枯渇していると。いうことです。だから、あ、代替的なエネルギーを探すということですね。積極的にチャレンジしていくわけです。チャレンジしていくと。いうことですね。そのチャレンジには問題、え、リスクも発生するということですね。まあ、この時にどのように考えるか。ね、バランスをどうやって取っていこうかと。ね、そのリスクを防ぎながら、え、そういった成果。 化石燃料に代替するような安全なですねこれは資源というのを新しく見つけていくということです成果を出すそしてそのチャレンジをした成果をするためにはチャレンジが必要そのチャレンジによって発生してしまうリスクっていうのはできる限り防ぎながらやっていくということですね。このサイン,インプラスということのバランスの中で考えているということであります。 はいえー、それでは続いてですね11ページですね11ページはい新しいエネルギーということで、はい、来ましたねチャレンジ来ましたねチャレンジ新しいチャレンジ、えー、化石燃料をから脱出していく脱化石燃料で化石燃料に頼りすぎると問題が発生しましたよね枯渇枯渇するでまたあーこれが温暖化の影響も発生すると。 いうようなことで新しいもの化石燃料から出して新しいエネルギーを使っていこうということでですね、えー、バイオマスバイオエタノールシェールガスメタンハイドレートといったようなですね、えー、こういった新しいエネルギーが模索されていますよという点を押さえていただければと思います細かい中身はあの最終的に押さえていただければ結構ですがまあここではね一旦、まあ、まあ書くまでもなかったかもしれないですけどバイオマスバイオエタノールというこのバイオという言葉ですねまあ生物 バイオロジーなんていう言葉がありますけどバイオロジー生物学ですねバイオロジー生物学ということですねこれにテクノロジーを加えるとバイオテクノロジーなんていうねこれは言葉として聞いたことがあるかもしれませんで生物学っていうこととテクノロジー技術ですねこれの造語がバイオテクノロジーというふうに言っていくまあちなみに、まあ、バイオという言葉を説明したかったためにですね生物についてのことですよで生物が出てきますね,生物が出てくるね 生物に関係しているものバイオエタノールバイオマスといったものが存在するんだということで押さえてておいていいいければとううふうに思います、はい、続いて13ページですねページ、はい、何度も書きますけれども大きな2つの課題資源が枯渇する資源が枯渇する地球が温暖化してしまうと地球が温暖化してしまうというところですね。 これを対策を具体的にしていくと対策を具体的にしていくとういうことになるわけですがはいエネルギー政策に関連して我が国の持続的発展のためにはエネルギーの確保確保枯渇に対応していますね確保枯渇に対応していますねはいえ続いて温暖化まさにドンピシャですねドンピシャのキーワード温暖化 これへの大切対策が重要なな課題ととってくるということです。で、それらを考えていくチャレンジしていくにあたってはですね4つの観点ですね3つの E と S3 つの E と S ですね安定供給経済性環境安全性といったことを考えていくということですね安定供給と経済性というプラスの側面これを利益を得たいけれども環境に対するリスク安全性に対するリスク え、こういったマイナスの効果への対応というのは、え、これは慎重に検討しなければならないということですね。もうプラスがあるからやろうよっていうね、え、そういうわけにはいかないと、え、マイナスのリスクっていうのをできる限りこれは抑えながらあ対応していくということになります。そうですよね、資源なんていうのはこれね、消費者も企業もみんな使ってるわけでね、え、もっと言うと政府も使ってるわけで。 えーね、なんとなく経済性がいいといっぱいあるっていうだけでどんどん使おうっていうとですね、えー、これは人の生命に関わる安全性に関わるリスクこれが発生するからこのバランスを考えながらあ採用していかなきゃいけないねということになります。はい、続いて3番でですすすねね、えー、これは温、えー、温暖化対策です、ね、温暖化化対対策に応する ために世界中で争っ,争ったではなくて皆、えー、話し合いを行って地球の温暖化問題になっているからどういうふうに対応していこうかとこれに対応対応していこうかということで開かれた、まあえー、世界中の会議、えー、世界の有識者が集まる会議ということになります。 気候変動枠組み条約というふうに言っていく、まあ COP ですね、COP、COP 第、ええー、締約国会議ということで、COP 三とかで、COP 三とかですね、COP 二十一とかっていうふうに言っていく、えー、世界の人たちが集まった会議があるということですね。で、三回と二十一回とこれもね細かな数字ですけれども、あのー、これ比較的試験に出やすい、試験に出やすい数字ということになってきます。じ三回目と二十一回目とこの会議。 温暖化どうするどうやって対策するっていうふうな話し合いが行われるわけですけれどもこの3と21これがあの特徴的であったのは各々の,の,の国のそれぞれの国の温室効果ガスそれぞれの国の温室効果ガスの削減目標がきちんと具体的に数字で表された数値で示された数値で示されたということで、まあ、特徴的と。 京都で、えー、これでだこのあと出されるのを京都議定書なんて言ったりしますけれども京都21回はパリということですね。えー、どのくらいね温室効果ガスを削減していこうかとそういったあ数値をきちんと示した具体的な数値を示したものだよということですね。えー、これがあコップね気候変動に関する枠組み条約。 まあ、第何回第3回締約国会議とか第21回締約国会議とかそういった会議になってくるということですね。で京都とパパパリリリ京都回目がパリということでこのこの後パリ協定」というのが出てくるんですけどパリ協定ですね6番を見ていっていただきますと「パリ協定」ですね。パリ協定 いいいいいいうことにななりますすすけれども番番かかららががいいででねねごめんさ具体的な数字目標ということがありますけれども我が国のエネルギー新エネルギー基本計画に基づいて2030年時点で温室効果ガスの削減量これを試算するとパリでの会議に提出をしたと我が国日本の提示した削減の量というのは2013年に比較して 26%1990 年に比較して18%と。 ということでですね。202013年からの比較を見ると26%結構減ってるなということなんですけれども、そもそも1990年という基準の年があったんですけどね。基準の年があった。基準の年があったえ。これに比べてはちょっと2割を割ってしまうと、あの18%しかまあ減っていないということですねえ。いかにまあ伸びてるかって話ですよね。こう削減したい削減したいと思うんだけれども、どうしても減らせなくて伸びちゃってると。 いうことですね数字が伸びちゃってるだから2013年比で26%削減したところでですね90年に比較すると20%もいってない18%しかないよというような数字になっていますはいそしてパリ協定では温室効果ガスによる温度の上昇が温度のまだ上昇って言っちゃってますね本当下げたいはずなんですけど温度を下げたいはずなんですけどどうしてもね下げるまではいけないと いうことで,すね、でもせめて温度の上昇が、まあ、5度くらいになっちゃいそうなところを2度2度下げようと2度あの十分下回るように抑制するということですね。えー、こういった目標が立てられたよということですね。そしてこれね国を横断するというか世界中の問題なわけで。 日本だけが頑張ったところで達成でできないわけですよね世界中のみんなが協力をしてくれないといけない他の国も協力してくれないといけないということでねえー、観点が出てくるということですね。途上国の途上国途上国のことも考慮する配慮する。 配慮する温室効果が下げるべきだろう全部下げろってねあの国と国の間で一斉にこう命令のようなものを出してですね、えー、開発途上国発展途上国にとってはですねこれから経済成長したいのにということですね散々先進国はあの今までね散々こう化石燃料を使って発展した僕たちだって今から成長したいのにね、えー、今になったらもうダメですって言われるとれ不平等じゃないですかと。 そういう途上国の声も配慮しなきゃいけないということですね。途上国の声も配慮しななきゃいけないけということです、ね、ということで一定のねこの協定がこの協定が発行する効力を持つ効力を発するためのその条件ですねこれは55カ国55カ国以上が批准しと賛成する55カ国以上がですねあこれでいいよと。 いうふうに承認すると批准するとそしてなおかつですね温室効果ガスの総排出量の55%、ね、賛成しているそういった国々ですね総排出量の55%以上に達成する必要があるということで55と55覚えやすいですねまあ55ルールなんていうふうに言われたりする55ルールなんていうふうにですね言われたりしましたまあこのね55はシャレですあの私の,あのシャレですけれども行こうよ行こうよみたいなね えやっちゃえと温室効果ガス減らそうよとゴーゴーというやつですねゴーゴールールとで55カ国以上が批准して総排出量の55%以上に達成するということですね。まあ、この条件がクリアしたとこの条件がクリアしたということで2016年ですね2016年効力を持ちますよと効力を持ちましたよということになります。はいところで温室効果ガスということですね。 二酸化炭素が典型例でしたけれども二酸化炭素が典型例でしたけれども二酸化炭素だけではないよということですね。えーえー、結構あ,ありますね 8, 8までか。結構ね温室効果ガス、まあ、メインとなるのは二酸化炭素、えー、化石燃料がこう燃えた後出ていく、えー、二酸化炭素、えー、これが温室効果ガスの典型例ですけれども。 温室効果ガスのそのものそも具体的な例示というのはですね、えー、これは二酸化炭素だけではないよとだけではない,よっていうことはですね押さえておいていただければというふうに思いますじゃあそのですね、えー、温室効果ガス地球を温めちゃう効果があるということなんですけれどもそのメカニズム仕組みについては、まあ、公式テキストに図があるので、まあ、見ておいていただければというふうに思います。はい <laughs> まあ、公式テキストからですね抜粋をさせていただいたんですけれども、はいまあ、地球の温暖化というものは、えーまあ、ビニールハウスの仕組みに似ているよビニールハウスの仕組みに似ているよということですね。なので温室効果温室効果ガスなんていうふうにですね、えー、呼ばれていくということになります。ビニールハウスってこう入っって入入たたここととありますすかかねねなない人いい人るかもしれないです、ね あのね、あの農作物なんかを作る時に寒い時期でもこうそのビニールハウスの中を温めて、まあったか,かい時期に育つそういったあの農作物を育てることができる、ね、優れものですけれどもビニールハウス。ビニールハウスの中には、ね、あの冬ででも温かいいんですね中に入っていくと、ね、ビニールハウスはどういう仕組みになってるかなというとですねまあ、えー これをまさにビニールハウスに見立てると、ビニールがビューンとこう、なんていうの、膜を張ってる。ビニールが膜を張ってる、ビューンと。ね、で、太陽光線が入ってくる、入ってくる、太陽光線、まあ、あったかいですよね。太陽の光ってあったかいですよね。あったかいものがまず地面にポンと届く。ね、え、そうすると、あの、これずっと温め続けるわけではないですよね。この、ね、あの。常にこの、太陽の熱っていうのが、ずっとずっと。 吸収するというかね吸収し続けるというか温められ続けてですねどん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 あの、ね、この地表が高まっていくんであればその温度が高まっていくんであれば僕たち火けしちゃいますし場合によっては地球燃えちゃいますよねだから一旦熱入ってくるんだけれどもこう反射してこう出ていくんですね基本的に出ていく。ピュッと入ってきたものがヒーンとなんかこれちょな,なんていうのかな。 あの直線直線で描かれてますけど鋭く差し込んできたこの光というか太陽光というか熱があの一旦ちょっと地表を温めるんだけどブニョーンってなんかほら水蒸気がこうなんかあるじゃないですか土のところを寒い夜のあと寒い夜のあとこれは太陽の光が差してくるとなんかね湯煙みたいな形でビヨーンってこう外に行くじゃないですか。あんなイメージで 1> 1回差し込んでヒュッと入ってきたものがこううビヨーンって逃げようとするこのビヨーンって逃げようとするその熱をあのビニールがかぶさってるとビニールがかぶさってると逃げないようにできちゃう逃げないようにできちゃう帰っていきたいのに大気中に帰っていきたいのに、えー、温,室温室効果ガスつまりビニールに邪魔されてまた熱が帰ってくるそうするとこの中かくあったかくなってきますよね。 地球温暖化というのはこのようなビニールハウスの効果にまあ似ているようなものなので、まあ温室効果、温室ビニールハウス効果、ビニールハウスエフェクトみたいなねえいうふうに言われていくということですね。まあ一応仕組みはこんな形になっているんだけれども、こういうふうにビニールハウスのように熱が逃げていこうとするのを邪魔する。 えー、そういうガスとして典型ととして二酸化炭素があるよということですで二酸化炭素だけではないけどねっていうことですね。典型例が二酸化炭素でも二酸化炭素以外もいくつかあるよ。ということで押さえて頂ければと思います。ければと思います。はい続いて15ページですかね。えー、15ページですね。えー、こちらも、まあ、脱化石燃料。 いいですね、えー。もうあれですねいい加減加えあのしつこいですけれども、大きな二つの課題って何だったかと、大きな二つの課題って何だったかと,ということですね。資源がなくなるよということですね。えー、物を製造する運ぶ、えー、そういったことのえせ、ー、人が生活していくに必要なその資源、化石燃料の資源がなくなっていっちゃうよと枯渇しちゃうということ。 資源が枯渇するのが一点で温暖化、地球の温暖化をもたらすのが二点ということですね。その二点の問題はどうして発生しているのか、化石燃料を使いすぎたからです。化石燃料を使いすぎたから、そういった問題が発生する。だからその問題を解消するために化石燃料から脱出していこうと、化石燃料じゃないものを使っていこうということですね。その方法の一つとして再生可能エネルギーというものがあった。 再生可能エネルギーといったものがあったということですね再生可能エネルギーのこれを普及をするためにですね普及をみたするために企業に対する企業に対するインセンティブを与えるインセンティブつまり、ね、メリットがあるとメリットがあると人って動きますよね一番わかりやすいのが お金あげるということですね要するに再生可能エネルギーの普及に協力するような、えー、再生可能エネルギーの発展に貢献するような企業に対してはインセンティブとしてお金が発生すると、えー、買い取ってもらえる制度買い取ってもらえる仕組みで国にとって、えー、この再生可能エネルギーをおー普及してくれもらえるんであれば、えー、これはメリットがあるので出す化石燃料につながっていくので。 そういった協力姿勢協力姿勢を示している企業とおいったものについてはですねこれはインセンセティブを与えていいここうというととですね再生可能エネルギーを普及させるためにですね企業に対してインセンティブを与える買い取ってあげるというような仕組み <laughs> これがフィット F ですね FIT といったものになってくるということです。 再生可能エネルギーに関してはちょっとじゃあ9ページでですね少し復習をしておきましょうか9ページはい <coughs> 再生可能エネルギーとしてどういったものがあったかなということですね太陽風波地熱塩などですね張力バイオマスなどこういったもの再生可能エネルギーと。 いいったものがあるよということですねこれを普及させていきたいなということで、まあ、設けられた制度であるということになります。えー、どんどんじゃあこれやったらいいじゃんということですねどんどんやったらいいじゃんというふうに思うんですけども、まあ、なかなかあの普及もね一生懸命進めているところですけれどももう化石燃料から完璧に脱出これによってできるかというとそういうわけでもないということです。 やはりここはほらコ,ストコストのの問問題題誰が負担すすするのと、まあ、費用ですね費用問題ですよねねよ、はいえー、こちらはかかってくるお金、えー、通常の電気代との差額に関しては国民が全額負担いただくと国民に全額負担いただくということでさあ導入しようどん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 買おうそれでいこうと。 いうふうふにもなかなかつながりにくいという問題もあるとなななかなかつながりにくいといととう問題もあると費用面コスト面で考えると国民が全額負担しているということでですね、えー、じゃあこのフィット制度でですね大いに、えー、これは転換していこうと脱化石燃料を完璧にできますと達成できますというとあの必ずしもね、えー、これだけではちょっと脱化石燃料にはちょっとお全ては及ばないというような関係になっております。はい それではですね、一旦休憩をいたします。